はいどうも、今回はペーパークラフト1枚で命の作り方動画でございますと、今回紹介するのは、鬼ですね。鬼の作り方を紹介します。節分の豆まきの的とかね、この季節の飾り物なんかにいいと思いますと、それでは用意するものを説明していきます。まずは、鬼の型紙ですね。それから、両面テープとハサミを用意してください。それではまずは、型紙のこの黒い線ですね。この黒い線に沿ってハサミで切っていきます。で、ちょっとね、ハサミで、ね、どうやって切ればいいのかわからない部分とかが何箇所ありますので、そういうところはまだ切らなくて大丈夫です。あとこの型紙には、黒い線の、実線の他に点線もあるんですけれども、こういう点線ですね、この点線も切らなくて大丈夫です。それでは切り分けていきます。では部品の確認をしていきます。白の三角の模様がついた部品が1枚、目玉のついた部品が1枚、このような下半分に模様のついている紙が1枚で、この点線は折り線なので切らないでください。それからこういった模様もね、黒い線ですけれども、これも単なる模様なので切らないでください。少し小さめの大きさの紙が2枚、なんか視力検査のマークみたいな模様がついている紙が1枚、こんな、胴体の色と同じ色の紙が2枚、それからギザギザ模様がついている紙が1枚で、このギザギザ模様の紙のこのギザギザの部分、この線、黒い線なんて後で切るんですけれども、切り方がよくわからないと思うので今は無理して切らないでください。それからこっちのね、視力検査のマークみたいなのがついている紙、この黒い線も後で切るんですけれども、切り方については後で説明します。まずはこのような形になっていれば大丈夫です。こんな感じですね。それでは組み立てていきます。まずはこの目玉のついている紙、この紙を用意します。紙の短い方ですね、短い方の端っこにテープを貼って上の紙を剥がしてから、これをくるりと丸めます。こんな筒の形にしてください。それからこちらの白い三角の模様の入った紙、ここにもね、黒い線が入っているので、こんな風に切り込みを入れておいてください。切り込みですね、この黒い線に切り込みを入れておきます。そしたら またテープを用意して、裏側の端っこにテープを貼り付けて、これをくるりと丸めます。丸めてこのような筒にしてください。筒にするとね、こんな風にこの切り込み入れた三角の部分が立ち上がります。テープを用意して、この切り込みを入れた部分ですね、この辺りの近くにこのようにテープを貼ります。テープを貼ったら、この今テープを貼った部分の上にさっき作ったこの赤い目のついた部品を重ねます。はい、そうするとこんな形になりますね。これで目と口と牙ができました。これでね、顔にします。次に、よいしょっと、この下半分に模様のついた紙を用意します。まずはこの点線、この4箇所の点線で全部山折りにします。
はい、このように4箇所とも山折りにできました。お、こうかな。こんな風に山折りにします。そしたらこの一番細い場所、この細い場所にテープを貼ります。こんな風にテープを貼ったらぐるんと回して反対側の端っこを貼り付けます。するとこんな四角に、四角い筒のような形にしてください。こんな感じですね。そしたら次にこの小さめの紙2つを用意します。まずはテープを小さめに用意して紙の角っこに貼り付けます。紙の角ですねに貼り付けます。そしたらテープを剥がして、これを先っぽがとんがるように丸めます。こっちから三角形に持ってきて、反対側からも三角形に持ってきて、先っぽがとんがるように、とんがり帽子を作るように丸めます。そしてこの時とんがり帽子はちょっと細めに、難しいんだけれども少し細めに作ると、よいしょ、いいと思います。こんな感じですね。こんなとん、この茶色の紙をこんな風にとんがるように丸めてください。ではもう一つもやります。はい、このように丸めることができました。そしたら次にこのね、あの丸がちょっと切れたような形の模様が入っている紙を用意します。まずはこの紙をしわくちゃにします。一度広げたらまたもう一度しわくちゃにします。で、広げます。こんな風にしわを寄せてください。しわを寄せたらこの丸のこのね、つながってない部分、つながってない部分を、横向きにして、この丸を半分にするように折ります。ここからこういう風に折ります。こうですね、こんな風に折ります。折ったらハサミでこのね、丸の部分、この丸の部分を切ります。ジョキ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 、ここまで、こんな風に切ってください。そしたら一度広げて、で、今切った部分を折ります。こんな風にね、折ります。そしたらもう片方も同じようにしていきます。はい、こんな風に、穴を2つ開けるような感じにしてください。そしたらこの今開けた穴の部分にさっき作ったこのとんがり帽子を差し込みます。ぐさっとぐさっと差し込んで、後ろ側にはみ出した部分、この後ろ側にはみ出した部分にハサミで切り込みをジョキ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 と入れてあげます。こんな感じですね。こんな風に切り込みを入れてください。ではもう一つも同じようにしていきます。ぐさっと刺してジョキ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 と、で広げます。こんな感じにしてください。そしたら今こうやってね、入れた切り込みの部分にテープを貼っていきます。
テープを剥がしたら、先ほどのね、あの穴を開けた紙に差し込んで、テープで貼り付けます。で、この時ね、なんかはみ出しそうな紙はちょっと斜めに向けたりして、うまく隠して貼っていきます。こんな風に貼り付けてください。そしたらもう一つも同じようにしていきます。はい、こんな形になりました。そしたらこの周りの部分ですね。この周りの部分の、ちょっと前にはみ出している部分を折ったりとか、後ろもそうですね、後ろを折ったり、横も折って、そして斜めもちょっと角を折るような感じで折ってあげて、少しね、紙の形を整えてあげます。こんな感じですかね、こんな風に少し小さくまとめます。そしたら、テープをこのね、今折りたたんだ部分に貼り付けて、あらな、剥がれちゃった。テープを貼り付けたら、これを先ほどね作ったこの顔の上に貼り付けます。でね、あの目が隠れたりとかしないようにちょっと気をつけながら、ペタッと上側に貼り付けます。はい、これで、髪の毛と角の部分が完成しました。そしたら次にこの顔と同じ色のね部品を用意します。そしたら、この髪の短い方ですね、短い方の裏側にテープを貼って、こうですね。で、これをぐるりと丸めて、はい、こんな筒にします。そしたらもう一つも同じようにテープを貼って、で、これをぐるりと丸めて、はい、このような筒の形にします。そしたら次にこのギザギザのたくさんついている紙を用意します。まずはここにね、あの黒い線があるので、ここに沿って切り込みを入れます。こうですね、ここに切り込みを入れます。そしたらこのギザギザ、このギザギザにもね切り込みを入れていくんですけれども、こうどこからハサミを入れていいのかわからないと思うので、この切り方を説明していきます。このギザギザの山、とんがってる部分、このとんがってる部分同士をこうピーッと横につないだこの線、このとんがってる部分がねを通るこの線に沿って、でまあ、線には見えないんですけども、この部分に合わせてこうやって折ります。こんな感じですね。この山のとんがってる部分、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 このとんがってる部分を通るように折ります。こんな感じですね。そしたらハサミを用意して、この黒い部分をちょん、短く切ります。そしたらこっち側からも短く切ります。あんまり切りすぎるとね外れちゃうことがあるので、切る長さには気をつけてください。で、広げると、はい、こんな風に、こんなにギザギザが飛び出るような感じに切ることができます。こうですね、こんな感じ、こんな感じです。こんな風にギザギザに切ってください。
そしたらね、他の部分も同じようにやっていきます。はい、こんな感じでね、全部に切り込みを入れることができました。そしたらこれをひっくり返します。そしたらこの紙のこの端っこですね、端っこの部分にテープをベターっと貼ります。ベターっと貼ってでね、切り込みや折り目がたくさんあってちょっと難しいんですけれども、これをぐるっと無理やり丸めます。よいしょ、ぐるーっと丸めて丸めて、でここでベタッと思いっきり貼り付けちゃいます。でこんな筒の形、そして今切り込みを入れた部分が全部こうやってビヨーンって飛び出していくので、ギザギザのトゲトゲになります。じゃーん、こんな感じですね。こんな風なトゲトゲにします。そしたら今度はこの余った上の部分、この上の部分の端っこにまたテープを貼って、テープを貼ったら、これをね、下の部分よりもちょっと細くなるように、くるくるくるっとちょっと細くなるように丸めます。少し細くなるように丸めます。ちょっと足りない時はテープを足したりして、くるくると丸めて、はい、こんな感じですね。こんな形に丸めてください。これでね、あの鬼の金棒が出来上がります。はい、これでね、あの部品が一通り出来上がったので、最後にこれを全部組み立てていきます。まずはこの顔ですね、顔のちょっと顎に当たる部分、この顎のあたりにテープをベタッと貼ります。それからその後ろ側、このあたりですね、この部分にもテープを貼ります。そしたらテープを剥がして、これをよいしょっと、この四角いやつ、この四角い部品、これ胴体ですね、ここに上から差し込みます。ぐさっと差し込んで、今貼ったテープを使ってで貼り付けます。ペタリペタリと、そうするとこんな感じですね。そしたら今度筒ですね、あの2つの筒、これが腕になります。でね、もう腕の向きは本当に自由ですので、もう自分のね、好きな場所に好きな向きで腕をつけてあげてください。じゃあこうちょっとね、今回はウォーっとこう腕を上に上げてね、こうグワーっと襲ってるじゃないですけれども、そんな感じにしてみましょうか。このように腕をね、じゃあ上向きにつけますと、もちろん下でも横でも自分の好きな向きにつけてくださいね。そしたら最後にこの金棒ですね、この金棒のこの細く丸めた方が持ち手ですので、持ち手の部分にテープをつけて、そして鬼の手に持たせてあげれば、よいしょ、はい、これで1枚の紙から鬼を作ることができましたと。でね、今ちょっと前向いちゃってますけど、こんな感じで鬼が出来上がりました。
でね、これでね、あの節分のね、豆まきの、ね、的にするとかするととても面白いと思いますので、皆さんもね、あのぜひ作ってみてはいかがでしょうかと、といった感じでね、今回はペーパークラフト1枚で命の中から鬼の作り方を紹介しました。皆様もぜひやってみてください。それではまた。